こんにちは、ネル・ソラです。今回はですね、ガーディアンのシステムクラッシュについて話していこうかなと思います。で、このシステムクラッシュっていう能力はね、敵のメカの武器を無効化して、能力をクールダウン状態にするっていうやつで、まあ無効化する力を持ってるという感じです。で、範囲はね、前方の扇状みたいな感じ。で、扇状って言ってもあれなのかな、そこまで広くはないんだけど。あと、高さも若干あるっていう感じなんですよね。で、壁越しも使えるっていう感じです。で、ね、高さってどのぐらいまであるのかなと思って、ちょっと今回調べてみたところですね。で、まず1個目が、システムクラッシュを、まあ、正面から見た場合と、あとまあ横だと食らいませんよっていうのをちょっと確認のための動画をまず1個目どうぞ。はい、という感じでね、横にいれば食らわないってことが分かってます。でね、高さなんですけど、ちょっとね、高いところの高台にこうランサーを立ててね、ちょっと試してみた動画が次なんですが、何にも起きないんで多いって思うかもしれないけど、まあ、とりあえずちょっとこのぐらいの高さあった時に何も起きないよっていう動画ですね。はい、という感じで、こう段差が結構あると、まあ、食らわないっていうことは分かったんですけど、実は、なんかね、ロックオンしてると、なんかそっちの方に発射するみたいで、結構高さがあっても、ロックオン、相手さえ見えてれば、システムクラッシュ効くみたいなんですよね。で、それがね、分かる動画がね、ちょっと次、ちょっとまた別撮りしたんですけど、高台にランサーが行ってさらにジャンプしてっていう感じで結構高く飛んでるんですけど、システムクラッシュを食らってるっていう動画ですね。どうぞ。はい、っていう感じで、実は2個目に紹介したすごいこう高さがあるところも、ガーディアンがちゃんとのランサーをね、ロックしてるとね、当たるんですよね、システムクラッシュは。だからね、結構ロックできてるかどうかっていうのは結構重要なのかなって気はしましたね。うん。なので使うときはね、ちょっとその辺を意識すると、こうなんかこの辺にいるんだろうなと思って、高さがありすぎるとダメで、まあ、ちゃんとロックしてれば、でも逆に高さがちょっと高くても全然当たるっていう感じなんで、ちょっとうまく使い分けてこう戦うのがいいかなと思いました。ではまた。